ジュニアウェルター級タイトルマッチ、いよいよ両選手の紹介であります。田辺が紹介されました。田辺は初防衛戦です。挑戦者、プロ4戦目で日本タイトルに挑戦する平中章信、両選手が紹介されました。レフェリーの島川さんが両選手を呼んで、これからタイトルマッチの注意が行われます。日本ボクシングコミッションルールを守って、じっと相手を見つめる田辺、そして平中、この2人はアマチュア時代に対戦しております。昭和57年全日本社会人選手権準決勝で対戦して、赤コーナーの田辺がその時は判定勝ちしております。さあ第1ラウンドゴングです。おっと、最初からすごい打ち合いです。放送席の解説はファイティング原田さん、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。そして、もう一方ゲストで、東洋太平洋ライト級チャンピオンの浜田剛さんにおいでいただいております。浜田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。浜田さんは今年は飛躍の年、はい、一つ今年の何か抱負をですね、はい、一言お願いしたいんです。今年は絶対に世界チャンピオンになって、はい、ボクシング界を盛り上げたいです。そうですね、我々としても非常に期待しているんですが、5月か6月に、はい、昨今に挑戦する予定だという話を聞いております。はい、そういった意味では今年浜田選手にとっても飛躍の年と言える、はい、わけでありまして、それより先にこのチャンピオンカーニバルが開幕して、今日は同門の帝拳ジムの田辺雅弘選手、初防衛戦、この前去年はですね、初防衛に失敗してますからね、今年はぜひとも、初防衛を果たしてほしいというところですが、白いトランクスが田辺です。一方ブルーのトランクス、非常に鮮やかなブルー、そして黄色いラインが入っているのが平中であります。1ラウンドから激しい打ち合い、白いトランクスの田辺、この2人は昭和57年に全日本社会人選手権準決勝で対戦しております。初回に田辺がダウンを奪いましたが、第2ラウンドに反撃されましたが、結局判定勝ちと、田辺がこの時は勝っております。平中に言わせますと、この頃は鉄砲玉のように前へ出るだけで、今は駆け引きも覚えたので必ず倒してみせるというふうに大変強気な平中であります。ひげを蓄えた平中、身長が田辺が178センチ、そして平中の方が170センチ、8センチの差があります。白いトランクスの田辺の方が上背があります。画面の右側、鮮やかなブルーのトランクスは平中章信であります。ハードパンチャー、ロサンゼルスオリンピックの代表選手でもあります。この平中、第1ラウンド残り時間が45秒であります。すごい形相で今田辺の方を睨みつけました。平中立ち上がりから接近して、非常に激しい打ち合いが続いておりますが、原田さん、少し、はい、もうあまり距離を取らずに接近してきますね、両選手とも。そうですね、はい、やっぱり気合が入りすぎてるのかも分かりませんね、はい、でも気合だけでね、もう少しで、田辺君の自分のペースで、はい、ジャブをもう少しでリードパンチを掴んだ方がいいですね。ちょっと冷静さを欠いているという感じですかね。白田君の方がすごい最近そのファイトを回しているような感じですけどね。ああ、そうですか。その割に気合ばっかでね、手の方がどうもいいこと聞きませんね。なるほど。これ第1ラウンド終了であります。第1ラウンド放送席、原田さんの採点は10対10のイーブンです。
放送席には浜田剛選手においでいただいておりますが、今年はいよいよ世界を狙う年ということで、浜田さんどうですか、今年の初夢なんかご覧になりましたか。初夢なんかご覧になりました。いや、ちょっと覚えてないです。そうですか、はい、なんかベルトを腰に巻いた夢とかそういうのは見ませんでしたか。実現 させたいです。そうですね、はい、さあ第3ラウンドに入っております。同門の田辺選手のタイトルマッチ、ここまでは放送席の採点では10対10のイーブン、全く差が出ておりません。平中そして田辺、左のボディアッパーを盛んに出してまいります。田辺白いトランクス回り込んでいます。田辺足を使った、いい動きが見られますかどうか。ひげを蓄えた平中、身長が170センチ、田辺が178センチ。青森県出身の田辺、ボディ3発、ちょっと顔をしかめて驚いたような表情を見せました田辺であります。右が出ました。今井さん、はい、青コーナーの平中のコーナーですが、はい、沖縄ジムの中岩会長はタイトルマッチのとにかく雰囲気に飲まれるな、焦るなと、はい、ちょっと力みすぎだぞとこういう指示が飛びました。あ、やはり、ね、脇を締めて揺さぶって、左のジャブとショート、はい、特にボディだと、はい、このように言っています。あ、こういった中岩会長からの今指示でありますが、原田さんどうですか、はい、今の指示は。はい、そうですね、その通りだと思いますけどね、はい、でも挑戦者ですからね、このぐらいのね、田中君やっぱりファイトがあっていいと思います。そうですね、表に出るファイトもね、はい、あとこれはスリップです、スリップです。もう一度ボディです、もう一度ボディ。田中の方もやはりボディを狙いたい、一方の平中の方もボディーブローを打ちたいところ。今井さん、はい、赤コーナーチャンピオンコーナーの本田会長はね、はい、やっぱりちょっと平中の乱戦ペースにね引きずり込まれているような感じだけれども、でも気合が入ってるから大丈夫ですと、やはり自分のボクシングであるその速いね、はい、スピードのあるワンツーから突破口を開きたいというふうに言ってますね、はい、ボディーブローだ、自分のコーナーに詰めていきます。田辺全部ボディ、左のボディをちょっと耳を切ってますね。あ、耳ですか。あ、ここでドクターにちょっと見せますが、中ですかね、中ですかね。あ、ちょっと詳しいところは分かりませんが、中ってことも、かなり出血しているようですけれども、あ、大丈夫です ね、 ですね、はい、それほどひどい傷ではないようです。しかし珍しいところを切ったもんです。田辺耳のあたりから出血しております。平中、今回小林博史コーチの話では前に出てくるタイプの挑戦者なんで、下がらずに距離を詰めてから打つようにということを随分指示したそうであります。それでね、今日の田辺君はね、ちょっと今こう感じたんですけどね、はい、打ってすぐその場にいないですもんね。あ、そうなの、左右出てますよね。ということはいい証拠ですね。そうですね、はい、第3ラウンド、これも10対10、放送席は全く差が出ません。3ラウンド終了しました。カーロス・エルト選手に深川高橋の岸田塚原様、小岩町の筑波ミート様、中村工務店様、中森工務店様、八戸市の上村和夫様、新宿の山崎克美様、吉田純一様、松戸市の木瀬徹様、下妻の堀越和夫様、仙台の小野茂雄様、八戸工業大学第一高等学校促進部様、以上の方々より激励賞が贈られております。なお花束が山口優子様。こちらがチャンピオンの田辺です。田辺の方は今回は風も引かずに体調万全ということで、本人もいいコンディションで試合に臨めると話していました。一方のこの平中の方も、今回は非常にいい感じですと、勝てるコンディションだということを同じようなことを言っておりました。ここまで3ラウンド終了して、いずれも10対10差が出ておりません。第4ラウンドに入っております。はい、いいね、はい、試合の中の3の仕掛けですからね、はい、10対やっぱりお互いに言ってコンディションいいんでしょうね。そうですね、まあ、ですからお互いにガードもいい、攻撃もいいということで、あまりその致命的なブローというのは受けておりませんので、
10対10、全く差が出ておりません。第4ラウンド、プロにデビューしたのが田辺が昭和58年の1月でした。一方の平中は去年60年の3月24日にデビューしております。デビューして3連勝、3つのナックアウト、全てナックアウトで決着をつけております。4戦目でこうして日本タイトルに挑戦し、もしこれで平中が勝つようなことがありますと、タイ記録ということになります。日本のタイ記録でやります。しかし今のところ差が出ておりません。放送席の採点でも全く差がありません。今井さん、はい、田辺の右の耳の傷なんですがね、はいはい、傷口は全く開いてないんでね。あ、そうですか。心配ありませんよというドクターの話でした。あ、なるほど、はい。まあ、とりあえず見ただけということでしょうね。そうですね、はい。まあ、大したことがなくてよかったと思います。もっとボディーブロー、左のボディーです。平中、ブルーのトランクスが平中。田辺も今日はよく足を使っております。何か田辺の表情を見てますと、相手をこうよく見て、非常に自分が的確な判断をしてボクシングをしているという感じを受けますね。原田さん、そうですね、今日は非常にそういうね、よく相手を見てね、本当に左右の動きですか、前後の動きが非常にいいですね。はい、両選手とも気合充実、そして体調も万全。さあ、平中攻める、平中攻める。平中が左右のスク、そしてボディ、ボディから顔面、ボディーブローで応酬します。おっと、田辺の顔面の方はまだ切れてないでしょうか。何かこう田辺の方がいやいや、あまり形がよくありません。平中の方がこう優勢という感じですが、左のボディーブロー、田辺、ちょっと目の上切りましたね、はい、右目の上をちょっと切りました。田辺です。こうなりますと一気に平中の方もファイトを燃やしてまいります。どんどん前に出てくる、これが平中の心情だ。ここで第4ラウンド終了のゴングが鳴りました。10対10のイーブンであります。まだ差が出ません。さあ、これが第4ラウンド、平中の右です。まあ、やや田辺のガードがちょっと下がったかなというようなところへ平中のパンチが飛び込んできました。第5ラウンドです。これからどういう展開になるのか全く油断を許しません。濱田さん、ここまでご覧になってどうですか、第4ラウンドまで。田辺も少し、はい、正面立ちすぎじゃないかと思うんですが。ああ、そうですか、はい、そうすると原田さんがおっしゃったように打った後にもう、はい、最初の頃はまあ動いたんですけど、はい、ちょっと食い始めて動きが止まったような気がするんですが。ああ、そうなるとちょっと危険な兆候ということですか。まあ、またリズム取り戻せば、はい、また自分のペースでいけると思います。はい、平中が出てきます。どんどん前に出てくる平中。まあ、昔は僕は鉄砲玉みたいな選手でしたからという平中、その平中がプロに転向してから駆け引きも覚えましたという挑戦者の平中。ブルーのトランクス画面の右側です。一方白いトランクスがチャンピオンの田辺正弘、帝拳ジム、今夜が初防衛戦です。左がもう一つ、右目の上を切っているチャンピオンの田辺。小林コーチの話ではガードをしっかりしろ、そして顎をガッチッと引いてスピーディーに動けというような指示も出ていたようであります。左のボディ右、あっと、また左のボディーブローです。平中が盛んにボディを打ってまいります。これは指示通り。一方の田辺の方はちょっと動きが止まるようなシーンが出てきましたね。そうですね、ボディ打たしちゃできませんね。はい、はい、
まあ、田辺の右の目の上の傷がちょっと広くなってきたんでしょうか。出血の量も多くなっているようです。右のストレート、右もっとジャブ欲しいですね。そうですね、左のジャブから右のストレートですね。そうですね、そうですね、はい、ちょっと焦りがあるんでしょうか。あのジャブがありますとね、はい、やっぱりあの平中君のですね、左アッパーがなかなか出にくいですからね。そうですね、はい、ジャブをちょっと使ってもらいたいなと思いますね。チャンピオンカーニバル日本ジュニアウェルター級のタイトルマッチ、経験の田辺雅宏、挑戦者の平中明信、この両選手は57年にも社会人選手権の準決勝で対戦しておりまして、その時は田辺が判定勝ちしております。しかしプロに入ったらぜひ俺をお返ししてやると平中は心に誓っています。そしてこの今日のリングを迎えているわけですが、ここで第5ラウンド終了です。このラウンドは10対9とようやく差が出ました。平中が取っております。第5ラウンドにワンポイントだけ差が出まして平中が取っております。ようやく放送席にも差が出ました。両選手右目の傷はそれほどひどくはないようです。さあこのラウンドで田辺としても早く自分のリズムをつかみたいところ、足を使ってきます。田辺、おっと右、強い右です。田辺もう一回右、左のジャブがなかなか出ません。田辺、あの右から行ってもいいんですけど、右行ったら左を返すぐらいの気持ちがないといけないんですね。ああ、なるほど、はい、左のジャブです。とにかくやっぱり一発で終わんないでワンツースリーぐらい打ってもらいたいですね。そうですね、まあ単発では平中の方もそうは答えないでしょう。日本ジュニアウェルター級のタイトルマッチ6ラウンドに入っております。5ラウンドまではわずかにワンポイント差、挑戦者の平中がワンポイントリードと放送席では出ています。今井さん、はい、チャンピオンコーナーの本田会長ね、現在までのところはまずまずの出来であると、はい、で勝負はこれからだ、後半だよと、こういうふうに言ってますね。それとあの右の目の上の傷ですけれども、ね、はい、これあの中がね切れている、中がちょっと腫れているんだけれども、でも目に影響があるとかそういうことはないから大丈夫ですよということですね。あ、そうですか、はい、戦う上では全く影響のないような傷であります。さあ平中連打、平中連打、接近しての連打、左から右、おっと田辺右を返しました。ちょっと大振りになっているか、ちょっと大振りか、今井さん、はい、沖縄ジムの中山会長ですが、各ラウンド終わるごとにいいぞという声で平中を迎えています。はい、で平中はパンチを出すたびに自分のこの右手に、会長の右手にぐっと力が入りますね。まあ、思ったよりいい出来だと、はい、まあ、あとは試合巧者の田辺の左カウンターに注意と、このような指示を出しました。やはり左を警戒しております平中。画面左側の平中は22歳です。一方の田辺が26歳、両選手とももう一度アマチュア時代に対戦したことがありますが、プロになっては初めて。接近しての左右です。田辺の左、これでいいんです。田辺大きすぎました。もったいないですね。そうですね、おー平中、平中のカウンター、平中カウントが入る。あー、立てません、立てません。平中一発で倒しました。平中一発で田辺を倒しました。いやー、すごいナックアウトでした。ちょうど今カウンターですから、いいカウンター入りましたね。本当ですね、
やはり田辺君のいつもの左に下がるところに当たりましたね。すごいカウンターがズバーッと決まりました。田辺はまだリングで横になったまま起きられません。ようやく今起きました田辺です。認定賞が今読み上げられております。平中嬉しいタイトル獲得であります。田辺敗れました。ナックアウトで敗れまして平中新チャンピオンであります。戦後ジュニアウェルター級19代目のチャンピオンに輝きました平中。これで、昭和39年のフライ級飯田健一以来22年ぶり、史上1位タイということになります。プロデビューで4戦目でチャンピオンになりました平中、大したもんです。さあその平中に一言喜びの声を若林アナウンサーからインタビューです。準備ができましたら一つインタビューお願いします。敗れた田辺が今引き上げるところです。それではニューチャンピオンの平中さんに伺います。アマ時代は田辺選手に負けていました。1回負けましてですね、ぜひ今日会長ともう後半で、アマチュアは全3ラウンドです、プロになったら10ラウンドあるから後半で攻めようということでしたんですけど、本当こういう風に今絵に描いたように勝てると思わなかったです。どうもありがとうございます。最後にどういうチャンピオンを目指しますか。はい、もう僕も、もう会長セコンドとケアしてですね、一つずつ勝って今度は沖縄、同じ沖縄であります具志堅さんと以上に僕なりたいと思います。だから世界チャンピオンになるため一生懸命練習頑張って今から来る試合を勝っていってですね、絶対世界チャンピオンになってみせます。4戦目で日本チャンピオンになりました平中選手、これは日本耐久力です。大きな拍手を送ってください。平中選手でした。平中最後はなんかこう涙声といった感じでしたが、田辺選手ですけども意識の方はしっかりしていて心配ないということでやりました。濱田さん、どういうふうにご覧になりました今の試合は。そうですね、やっぱりこれですね、今、はい、フィニッシュのところが出てますが、もうボクシングの一発の怖さっていうのが、まあ油断大敵、はい、まあ、両方同じだと思いますけど、田辺もだんだん自分のペースに持ち込んでいきながら、やっぱ一発で、決まる勝負なんだなと思いました。あ、なるほどね、はい、まあ、そういう怖さという点でこのジュニアウェルターというのは、浜田さんが世界で目指す、ね、はい、クラスでもありますんで、はい、まあ、こういったその怖さというのがまた世界行ったらもっと怖いでしょうからね、はい、もうカウンターじゃないにしてもみんなそれだけの世界ランカー一発のパンチを持ってますから、はい、今まで通りただ攻めるだけじゃ自分もダメだと思います。うん、打たせないで打つ、それを今一生懸命頭に入れて練習してます、はい、まあ、浜田さんにとってはね、今年一ついい年になりますように私ども祈っておりますんで頑張ってください。はい、はい、頑張ります。結局チャンピオンカーニバル日本ジュニアウェルター級タイトルマッチは、新チャンピオン平中明信が誕生いたしました。第19代目のチャンピオンに輝いております。